はい、こんばんは。こんばんは。リバーサイドニュースのお時間です。ニュース久しぶりですね。久しぶりですね。初回のね、記念すべき場所からお送りしてる、うんうん、いや、誰もうわっとならんよ。誰もすみませんね、本当に誰も見てない。まあ見てないって言ったらあかんけど、ありがとうございます。誰もこのトピックには注目してないんで、はいはい、ちょっと告知がありまして、告知、3月19日火曜日ですね、はい、24時から、うん、スポーツライブプラス、うん、また、スプークスの会員登録無料でですね、うん、梶島へのやっちゃえ梶の放送があります。やっちゃえ梶、はい、アップアップガールズさんの、アップアップガールズ過去2期のね、2期ちゃんの、ニキちゃん、あー、もうこのね、電車の音が入る感じもやっぱ初回と一緒ですね。うわーとならんから、エモいなとならんから、これ見て。梶島さんがね、はい、なんか梶島さん、X の方でね、はい、この前の僕の生配信をこう上げて、軽崎さんが、はあ、の梶島のことを話してくれてますって言って、律儀な方ですね。律儀な方なんですけど、梶島さん、やっちゃい梶のねことを、はい、多分1分も話してないと思うんですよ。全部ドームホールリンクルみたいな一滴を取ってもらって、1時間ぐらい生配信した中で1分ぐらいしか多分話してないと思うんでね。2期のファンの方はさぞかし怒ってるでしょうね。さぞかし怒ってると思うんで本当申し訳ございませんでした、ね、という意味も込めて、あ、しっかりここで厚めの告知を、告知をさせていただきます。どんな番組なんですか？まず、まあ、はい、1月にイベントがありました。岸本さんが MC やっていましたよ、配信で。45度の土屋隼人さんが MC やっていただいたイベントで、はい、あれでスカパー投票やって、投票で1位になったのが梶島さん、ね、優勝されましたから。優勝さん、はい、で、冠番組をやろうと、うん、で梶島さん何でもやっていいですよ、何がやりたいですかって言ったら、うん、まあ、メンバーみんな呼んで、まあ、スタジオで、うん、あら、まあ、ちょっとしたラジオみたいなことをやったりとか、あと5人でちょっとこう、うん、絆を確かめる企画をやったりとか。オムニバスですね。はい、はい、あとですね、はい、なんといっても、はい、コント、梶島さんね、コントがやりたかったらしいんですよ。いいじゃないですか。なんか志村けんさんに憧れてるらしくて。アイドルが？そう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 、志村けんさんみたいなコントがやりたい。もうこのドリフの、そう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 、高田の様とか、そう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 、ああ、ね、それがやりたいということで、はい、今回コントにね、チャレンジしてもらってます。なんで見た、それしかも、はい、まあコントに挑戦したいと言っても、うん、まあこれは、まあ、ちょっと正直、うん、まあ一から書くのはさすがに難しいでしょうと、ああまあね、やっぱ思いまして、台本がありますから、はいはい、私コント書いたんですよ。え？全然言ってなかったじゃないですか、そんなこと。うん、岡村も一切相談も何もなんで言わへんの？せずに。もっと言うてよ。一人で。え、関城さんとかじゃなくて？もう一人で。え？誰にも迷惑かけたらあかんと思って。背負いすぎやろ。と思って、一人で今度書いたんです。え？アップアップガールズ過去人気さん用に。じゃあ見なあかんわ。うん。ただ、どういうこと？今回、そのコント台本、使っておりません。はあ、なんで？何が？何が起こった？なんとですね、何？梶島さん、はあ、自ら、うん、01で、うん、0100で、書いてきた。書いてきた。天才やん。えげつない。天才やんか。すごいよ。なんで、ぜひ、これからアップガールズ、ニキちゃん。ニキちゃんの5人で、コント。梶島さんが、作演出で、やられてますんで、ぜひこちら。じゃあ、ちょっとその、川原崎さんの幻のコント。うん、これ誰がやるんですか、これ。これはね、だから、僕の幻のコント。これは別に当て書きしたわけじゃないですから。じゃあ別に誰が、そう、汎用性はある、うん、これはですね、ミトキャメで、いや、あと1人は、え、あ、5人のミトキャメと、まあでも1人ぐらい削れる、あ、削れる、うん、そう、じゃあ5人っていうのが難しかったから、正直川原崎の未公開コントを、うん、やるっていう回を作らなきゃいけないですね、はい、いくつまで、いや、ハピスゴでいやいや、そのコメントむずいな、なんだったらドルドタピークエスト、ね、いや、出てくれへんやろ、はい、出てくれへんわ、待ってますんでね、はい、確かにな、せめてヤギ飯だけでも、そう、コントやりたいってね、はい、おっしゃってますから、はい、はい、と思ってます、ね、なんで、はい、まあ、ぜひぜひ見どころ的なところ、一番川原崎さん的なポイント、あ、その、まあ、コントが もちろん見どころなんですけど、うん、まあでしょうけども、もう一つ、はい、これはね、あんまりどこにでも出てない情報で言うと、なんと、はい、今回、はあ、3月3日に行われた日比谷野外音楽堂で行われたニキちゃんの単独ワンマンに密着しております。これ、あ、
じゃあその映像も入る。そうだから裏側の映像もこれ入りますと。じゃあニキちゃんファンの皆さん、はい、これたっぷり1時間、楽しんでいただける特番になってますんで、媒体はスポーツライブプラスで、はい、無料放送なんでこれ誰でも見れますんで、ね、じゃあ見ていただかないと、はい、なんでこれチャンネル合わせ、これは見ないと、これを見ないとっつって、うん、ちょっとねいや違うよ、なんか足して返すんかなと思ったら、はい、ちょっとホップさせて返して、はい、とはいはいはい、とうん、どんどんそう告知を言いますと、あ告知言いましょう全部、はい、3月24日ですね、3、24、12時からですね、お昼の12時から、あ昼、はい、うん、ひなフェス、ひなフェス2024事前特番、生竹メンバー大集合スペシャルも放送があります。生竹ですやんってことは、あの3人、これはそうっす、あの3人があのチャーリーゼンジェル帰ってくる、はい帰ってきます、あら CS テレ朝チャンネル1と、あらららそうがあります、カパ番組配信でも見れますんで、ね、竹内さん、はい、竹内さん、岸田さん、岸本さん、岸本さん、これにプラスしてアンジュルムの、はあ、橋迫凛さんが、あら、うん、またなんか、はい、なんでまあ竹内軍団 VS 橋迫軍団みたいなんでやってましたからね、確かにね、うん、これあの対決があるのかないのかっていう、あるのかないのか、うん、あるなこれところもね注目していただいて、ってことはある、うん、これはあるぞ、はい、ちょっとなんかこう生放送じゃないんですけど今回は、はい、あのまあ疑似生方式でね、さも生かのように放送します、ね、いやそんな言わんでいいんじゃん、はい、ぜひぜひもう生と言い切っていいんじゃないかという、はい、説はありますけど、嘘は良くないですからね、一番嘘はね、はい、生放送、まあまあまあそうですよね、はい、ご機嫌用スタイルでね、なるほどね、お届けしていると思っております、うん、安心安全の映像がお客様には届くということで、はい、ぜひぜひ、はい、そちらもね、はい、なんとそちらに、そのなんか言えることゲストもね、あ出ますんです、結構生だけで言えばね、はいはい、いろんなゲストってイメージありますけど、もうあの人しかいないでしょうっていうゲストがね、あの人しかいない人、はい、が来ますんでね、そちらも楽しみにしていただいて、ダブルネームさんですか、いや違うわ来たけど一回その竹内あかりっていうね歌歌ってもらいましたけど、面白かったなあれ、めちゃくちゃ面白かったですね、はい、今回誰が来るのかっていう、ららららちょっと そちらも楽しみに、あそれも楽しみにしてください、ぜひね、いただければなと思いますんで、はい、はい、ぜひ詳しくは、はい、あの概要欄に書いておくようにしますので、わかりました、はい、ぜひこの動画がいいなと思った方は、あ出たベタなやつ、リクエストも、まあ、チャンネル登録とね、もう押すだけなんでね、グッドボタンよろしくお願いします、押すだけ、ちょっとね、うん、あの微減してますんでね、香りの部屋みたいに、はい微減ね、うん、してますんで、ヘアカラーになっちゃうんで、はい、ぜひぜひ皆さんもね、はい、チャンネル登録して、いいなと思ったら、ね、こんな企画やってほしいとかね、あ確かに今年はね、ドロータピークエストも頑張っていきたいなと思ってますんで、あ、ほんまですか、今年頑張ってる、はい、頑張る、頑張ろうと思ってますんで、はい、わかりました、はい、よろしくお願いしますということで、ですよ、はい、ということで、本当に、リバーサイドニュース最高最高最高、どうもドロータピーでした、ありがとうございました。